豪津市氏。豪津市は、島根県西部の日本海に面した市。山陰地方の中では最も人口が少なく、県内で最も面積が狭い市である。東京からの移動時間距離が全国で一番遠い都市、2007年現在、として知られており、高等学校、地理 A の教科書や、テレビ番組でも取り上げられた。島根県西部の岩見地方に位置する。 北部の東西に続く海岸断球と南部の丘陵地帯からなる。中国山地を山陽側から貫いて流れる数少ない河川であり、中国地方最大の河川である豪野川がこの市で日本海に注ぐ。平野部はこの豪野川流域と日本海側を走る山陰本線の沿線を除くとあまり見られない。豪田あるいは豪津とも呼ばれ。 ゴー川の渡し津集落から発展し、古くから周雲と日本海の海運の要所として繁栄した。金星は幕府領、天領になり、その中心部を山陰道が貫き、東は大森銀山、西は浜田へと向かっていた。六百七十一年、漢文十一年に上方への西回り航路が確立されると、戦国戦の出入りする物品の集散地として、 貸しに海鮮丼屋や倉庫、倉屋敷が立ち並んだ。北前船の寄港地及び天領米の積み出し港として、岸辺には四、五十隻の小船が並び立ち、浜田で入港を待ち合わせるという混雑状態で、大森銀山に次ぐ岩見国、第二の町として、賑わいを見捨てた。河野川流域の大地群、長群で生産される鉄、木材、紙、ョなども、 河川を通じて運ばれ、全国に発送されるとともに、日曜雑貨もこの港から移入されていった。幕末の1866年、慶応二年には、長州軍新部隊、隊長佐々木男なり、三宝、大村松次郎の一個、大体百五十名余りが進駐し、1869年、明治二年までの三年にわたり本陣が設置された。陣や新築に際して、 近隣十五家村より想定を募り、半年後まで日本人など十二棟の建築物の陣営を完成させた。また、村々より桜木千株が献上された。現在でも長州軍の死死五名の墓石が残されている。明治四十年には、東宮殿下、後の大正天皇三院の合行系、東郷平八郎海軍大将同行に際し、 ゴーツ本町地区に中泊することになった。五貧田の新築などが行われ、町全体での歓迎ぶりであったという。1920年、大正9年の山陰本線の開通により、周運は衰え、商業の中心が浜田へ移動した。三江線、三江北線の開通により、現在のゴーツ本町駅のある地域から、ゴーツ駅周辺に市街地が移動し、 その後、河野川の水資源と砂丘によって、日本霊園、現、ユニチカ、山陽国策パルプ、現、日本製紙などの工場が誘致され、1942年、昭和17年以降、砂丘地域に、製紙、化学、パルプの工場が進出した。1995年には、地方拠点都市地域に指定された。また、近世、近代の建築物を、 数多く保存してきた天領豪津本町イラカ街道は平成15年度の夢街道オルネサンス推進会議によモデル地区に認定された。豪津市と広島県三好市の間を結ぶ JR3 高線 108.1km は利用者低迷により年間10億円近くの赤字となっていた。三重線は2018年3月末に廃止されバス転換が決まり、 三重線沿線地域公共交通活性化協議会で三重線沿線の公共交通の再編が議論されている。豪津視聴者は建築家の吉坂隆正和世田大学元教授の研究室が手掛けたもので、橋脚の上に橋桁のような建物が乗った特徴的なデザインになっており、1961年に A 棟、B 棟、C 棟が完成した。 2015年度には、ドーコミューモジャパンによって、日本における、モダンムーブメントの建築として192番目の選定を受けた。その後、築50年以上が経過し無理に、耐震補強を施すと減損する、設計上の揺れを逃がすための構造、A ムネの針に、ピアノ線を張っている構造に悪影響を及ぼす、恐れがあると、当時の思考図面が見つかっていなかったこともあり、 その不安が指摘されていた。関係者のヒアリングから、思考図面意識が見つかったこともあり、継続的な利用に向けた話し合いが進められた。改修を前提に、視聴者改修整備検討委員会を設け耐震、補強の方法が検討されていたが、耐震補強しても、震度6強以上の地震には耐えられないことが判明したほか、2016年4月に、熊本地震で、 市庁舎などが被災したことを受け方針転換され、2016年10月31日に新庁舎を事業費40億円で建設することが発表された。旧庁舎は取り壊さないが、使い道は未定である。大津市の製造品出荷額等は441億円、平成26年、従業者数は1473人、平成26年、 従業者4名以上の製造事業者数は54事業所平成26年となっている。地場産業として古くから石州瓦の生産の中心地と知られており、製造品等出荷額等では、洋業、土石製品が53億円と最も大きくなっている。近年は住宅着工件数の低迷や住宅の洋風化などで石州瓦の需要が減少しており、 2007年にはアメックス共犯が自己破産を申請するなど厳しい状況が続いている。岩見焼においては生活用品を主として生産され、近年ではタイルや民芸品の商品も開拓し、全国市場を獲得している。河野川加工には日本製酒ケミカル事業本部のゴーツ工場が立地しており、溶解パルプや機能性化製品が製造されている。 2010年にパナソニックエレクトロニックデバイスが撤退したが近年は交通道路の開通や土地代の安さなどからバイオマス発電所や樹脂、加工メーカーなどの企業進出が見られる。小売業の事業所数は262事業所、従業員数は1231人、年間商品販売額は2、03600万円、売り場面積は34,016平方メートルとなっている。 平成19年の商業統計調査では、事業所数は356事業所、従業員数は1523人、年間商品販売額は2、58、800万円、売り場面積は38,655平方メートルとなっている。人口減少などで、小売業の年間販売額は減少しており、事業所数、従業員数も減少している。 2017年1月には、中心市街地に立地し、市内最大の商業施設であった、ショッピングタウングリーンモールが、売り上げの低迷などで閉店。10月に経営権を取得した泉が、夢タウンゴーツとしてオープンさせた。地元購買率、全商品は、旧ゴーツ市が75.8%、旧桜井町では25.1%。 旧五津市への流出は35.7%となっている。旧五津市では11.5%、旧桜井町では13.6%が近隣の浜田市に流出している。市街局番は桜井地区が0 8 5五70から99、その他が0 8 5五50から69となっている。郵便番号は以下の通りとなっている。 2006年10月16日、2015年3月2日の再編に伴い変更された。中心となる駅、ゴ大津駅。かつては、ゴの川号や利福温泉発着の伊佐リビ号など、広島行きの高速バスも運行されていたが、廃止となった。このため、広島方面に向かう場合は、浜田駅から伊佐リビ号に乗るか、道の駅インフォメーションセンターかは、元から、 岩見銀三号に乗ることとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。